私ははるか、都内に住む主婦です。夫のゆうじは会社員、娘のひなたは小学2年生です。ある日、地方に住む義父と義母からこんなお願いをされました。孫の愛理ちゃんを来年の春から下宿させてくれないかしら。毎月7万円払うからお願い。え？夫に相談すると、7万円だろ、いい話じゃん。なぜか異様にノリノリで。しかし、この話の裏には私の知らないとある事情があったのです。どういうこと？遡ること1ヶ月前、義母から電話がかかってきました。はるかさんにお願いがあるんだけど、愛理ちゃんを来年の春から下宿させてくれないかしら。え？愛理ちゃんは夫のお姉さんの長女で、今高校3年生です。マミコに代わるわね。もしもし、実は愛理が東京の大学に行きたいって言ってるの。無事合格したら毎月7万円で下宿させてほしいんだけど、ゆうじとはるかさんがいてくれたら安心だしね。あまりにも急な話に思わず口ごもってしまいました。ゆうじも大学の時に東京のおばの家に下宿していたし、いいわよね。愛理ちゃんとは年に 1,2 回会う程度で、そこまで親しい間柄ではありません。そんなこと一つ屋根の下か。戸惑う私とは対照的に、義母と義子はノリノリ。預かるのが当然でしょといった勢いで、私一人では決められないので、ゆうじくんに相談してもいいですか？え、まあそうね、わかったわ。会社から帰宅した夫に下宿の話をすると、いいじゃん、月7万あれば家計も楽になるし、今すぐにでも OK しようよと。夫は前のめりでしたが、確かにそうだけど、なんか引っかかるんだよね。実際に愛理ちゃんの面倒を見るのは私だから、少し考えさせてもらってもいい？そう言って一旦保留にさせてもらいました。月7万円か、確かに大きいよね。娘もまだまだ教育費がかかるし、家のローンもあるし。でも愛理ちゃんが一緒に暮らすとなったら、ひなたはどう思うんだろう。いや、ひなたはまだ小さいし。年上のお姉ちゃんができたって喜びそうな気が。あれ、もしかしてそんなに悪い話じゃないのかな。でも万が一愛理ちゃんに何かあったら。それでも私は18歳の女の子を預かることにプレッシャーを感じてしまいます。愛理ちゃんは真面目な子みたいだけど、大学生活で飲み会やバイト三昧になったら、外泊三昧になったら、悪い遊びにハマって単位を落としたり就職に失敗したら、義母や義子から責められるに決まってる。やっぱり断ろう。年頃の女の子をそう簡単に預かれない。私は翌日義母に電話をすることにしました。夫には先にメールしといたし。もしもし、あ、お母さん、はるかです。こんにちは。愛理ちゃんの件なんですが、愛理ちゃんが東京で良くない遊びにハマったりしたら、親戚の私では責任が取れませんので、申し訳ないんですが、今回のお話はなかったことに。いやーねー、愛理ちゃんに限ってそんなことあるはずないわよ。せっかくの口実を秒で封じられてしまいました。義母と電話で話していると、何？何の話？お姉さんもいるんですか？そうよ、愛理ちゃんも一緒にいるわよ。そうだ、愛理ちゃんと直接話してみたら。え？もしもし、もしうちで暮らすなら、門限を決めてきちんと守ってもらいたいんだけど。それはまあ。何この歯切れの悪い返事。その夜、夫に義母との電話の内容を話しました。そんなわけで結局断りきれなかったんだけど、愛理ちゃん門限を守る自信がないみたいで、そんな子を預かるなんて絶対無理だよ。いやいや大丈夫だって。万が一何かあったら俺が矢面に立つし。そんなこと言って、ユージはいつも義母や義子に対して事なかれ主義じゃん。いや俺は知らなくてとか言いそう。下宿の話を友人に相談してみました。ありえない、その姪っ子に万が一のことがあったら責任が取れないじゃない。だよね、そうだよね。それに月7万円って安すぎない？食事洗濯掃除とかもろもろのお世話込みでしょ。お姉さん、はるかのことバカにしてるよ。え、安いかな。7万円って都心で一人暮らしさせたら家賃で消える額でしょ。確かに。私のお姉ちゃんも娘を東京で一人暮らしさせてるけど、家賃に光熱費食費もろもろで月15万円仕送りしてるらしいよ。月15万円？家賃がかからないにしても毎月の出費はかなり増えるし、そして何より18歳の女の子を預かる気遣い賃。そうだ、気遣い賃。私が気にしていたことを友人が見事に言語化してくれました。私だったら最低でも10万円もらえないと無理っていうかな。本当はいくらもらっても預かりたくないけど。10万円、10万円って大金だけど、10万円なんて出せないって言われたら、じゃあこの話はなかったことにってすんなり断れるじゃん。
預かることになったとしても月10万円もらってたら仕事として捉えて我慢できるような気がするし、私行ってみるよ。それで向こうが渋ったらきっぱり断れるし。うんうん、そうだそうだ。大事な娘さんを預かる責任を考えたら月7万円は安すぎるよ。初めての東京は誘惑も多いだろうし、いくら気を使っても足りないくらいだよ。そういうわけでユージから最低でも月10万円はもらえないと預かれないって言って。わかったよ。そう、だからはるかは月10万じゃないと預かれないって。年頃の娘を預かる気遣い賃も含めてって。そうそう、その調子。それにしてもなんか変じゃない？必要以上にコソコソしてる気が。でもそれだと最初の話と変わってくるだろ。月13万にするわけにはいかない。月13万って何のこと？その3万円はどこから来たの？はるか？13万円ってどういうこと？ごめん、本当は最初から10万円だったんだ。は？最初から10万円？どういうこと？愛梨を預かるためのお金、本当は最初から毎月10万円もらう約束だったんだ。でも表向きは月7万円ってことにして、残りの3万円はこっそり俺の小遣いにしたらってお袋が。はい？だからあんなユージは乗り気だったってわけ？道理でおかしいと思った。うん、今の俺の小遣いが月3万円だろ。そこに3万円プラスされたらもっといろいろなことができるなーって。いろいろなことって？まさか浮気してるとか？な、そんなはずないだろ。増えたお小遣いで何がしたかったのか教えてくれないので、もしかして浮気？と鎌をかけてみると、プラモだよ。プラモ？昔集めてたプラモを大学に入るときに手放したんだけど、動画とか見てたらまた集めたくなって。あ、ちょろ。っていうか私が愛梨ちゃんのお世話に追われてるそばで、ユージはプラモンを集めてホクホクしようとしてたってわけ？あ、違う。そんなやりとりがあったのになんで言ってくれないの？内緒で3万円を懐に入れようとしてたユージにも、息子を買収してたお母さんたちにも本当に腹が立つ。ごめん、本当にごめん。うるさい、許さん！と夫の必死の謝罪にも怒りが収まらなかったのですが、もしかしてこれで正々堂々と断る口実ができたんじゃ。これはチャンスだ。夫から義母に電話をしてもらい、改めて断ってもらいました。って感じで、はるかに全部話しちゃって。もう、なんでバラしちゃうのよ。もちろん、会話は全部筒抜けです。ねえねえ、マミコ。はるかさんにバレちゃったんだって。お姉さん、今日も来てるの？何やってんのよ、ユージ。怒りを抑えながら、私は息を潜めて、話を聞き続けました。今度は義姉が電話口に出てきました。もうユージ、愛梨をもうすぐ説得できたのに。ん？説得？え？東京で暮らすのって愛梨の希望じゃないの？愛梨はもともと地元の国公立大学志望なのよ。学びたい学科があるらしくて。でもあそこに行くくらいなら東京のもっと有名な大学に行ってほしくてさ。なんと愛梨ちゃんはそもそも上京を望んでいなかったのです。先に下宿先を決めて外堀を埋めちゃえば、愛梨も観念して東京の次第を志望してくれるかなって思ってさ。まあそういうわけで先にユージに話をつけておいたのに、もうどうしてバラしちゃったのよ。聞いてますよ、ずっとスピーカーにしてましたから。え？はるかさん？途端に義母の声が変わりました。お母さんもお姉さんもそういうことだったんですね。ちょ、ユージ、スピーカーにしてたんならそう言ってよ。そうよ、これじゃ騙し討ちじゃない。先に騙してきたのはそっちですよね。今回の件でお母さんとお姉さんのことがよーくわかりました。今後のお付き合いも考えさせていただきますね。え、そんな。お姉さん、信頼関係が失われた以上、うちで愛梨ちゃんを預かるわけにはいきません。学生寮や学生会館もあるので探してみたらどうですか？そんな、初めて一人暮らしする姪っ子が心配じゃないの？セキュリティが売りのところもあるので、そっちの方が安心だと思いますが。でもそういうところだと遊びに行きづらいっていうか。つまりお姉さんが東京で遊ぶために愛梨ちゃんをうちで預かってほしいってことですか？東京へ遊びに行きたいからとか、もっと愛梨ちゃんの希望を優先させるべきじゃないんですか？でも私は母親の立場から的確なアドバイスをしてるつもりなんだけど。愛梨ちゃんを自分の思い通りにしようとしてるとしか思えません。とにかく
うちではお預かりできませんので。でも。失礼します。義士はまだ何か言いたそうでしたが、私は電話を切りました。それから私は夫に、義士の旦那さんに今回のことを伝えるよう言いました。そんなことが。義士はこってり絞られて、愛理の進路は愛理本人に選ばせよう、という旦那さんの鶴の一声により、愛理ちゃんは第一志望だった地元の大学を受験することになったそうです。よかったね愛理ちゃん、頑張って。私は心の中でそっと応援するのでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。